明日からしばらく西村を休ませようと思うんだ。なんで？俺とお前で大丈夫だよ。ダイエット。いや無理無理。いいっすよ、ダイエット。このままだとクビになるぞ。わかりました。お前変わんねえな。おばさんに聞いて新幹線で来た。何？おい、ここで始めんなよ。明日なんかあんの？明日仕事だよ。寝てた？いや、寝てないです。万歩計。あいつはクビにするよ。一緒にいると疲れるんだよ、ガキだしさ。おい、明日からどうするんだよ。吉崎さん、ほら見てください、万歩計99,999。西村君、